ドリンクバー。昼飯食いにファミレスに行ったら、外人がドリンクバーの前ですごい嬉しそうな顔をして、どれにしようみたいな素振りを見せていた。和んだ。今ファミレスにいる。昨日の外人さんがまたドリンクバーの前に立ってる。和んだ。ゴッホが泣くぞ。ジャポニズムってのは30年くらい続いたもので、ジャポニズリ、つまり日本趣味とは違う。日本人が思ってる以上に西洋芸術に影響を及ぼしてるよ。クリムトが好きで枯れ関係の本読んでたら、技法に蒔絵の影響があるって知った。さらに彼にとって神聖なアトリエには鎧やら浮世絵が。どうやって手に入れたんだろう。びっくりしてその後ジャポニズムちょこちょこ勉強したんだけど、あれを単なるブームって認識してるならもったいないどころか失礼だぞ。欧米ではルネサンスに匹敵する、西洋近代的な美意識と科学的パースペクティブの大きな変革運動の一つの段階として見られている。西洋の百合は聖書に重要だから有名だけど、江戸時代のシーボルトが日本からいろいろ持ってったのが大流行した。オランダの園芸家として経済に影響をもたらしていたりする。伊万里柿右衛門は江戸時代中国抜いてヨーロッパに多く渡っていて、日本の園芸家、種、時期、その他は江戸時代の日本の経済の重要な一角を担ってた。アール・ヌーヴォーはイギリス起源なんだけど、これも途中から日本美術が影響を与えてる。近代建築の先駆けバウハウスもその一つ。アール・ヌーヴォーの様式は明治の本雑誌建築なんかに逆輸出されてるから文化ってのは面白い。ゴッホの日本好きは言うまでもない。夢見すぎなくらい日本に夢見て、頭坊主にしたりゴーギャンと同居したり、日本の風景に近いと信じたアルルに移り住んでる。原色的な色使いの風景とか日本関係ないと思うかもしれないけど、あれは浮世絵とロチのお菊さんの影響が濃い。当時高価な浮世絵を400枚以上買わなかったら貧乏暮らしなんかしなかったはず。時々日本人はもっと日本に誇りを持てって言ってくれる外国人がいるけど、今日その気持ちが痛いほどわかった。もどかしいしやきもきするしジタバタする。謙虚でいることって大事ではあるけどさ、行き過ぎると相手をがっかりさせることもあると思う。自慢することと誇りに思うことは違うんだから。日本人はもっと日本を誇りに思ってくれ。ゴッホが泣くぞ。